域もよろしくお願いします。ビールじゃない。ビール進んじゃいますね。うん、うまっ。ファミレバで。見ればです。やばいですね。やばい。見ればうまいですよね。臭くないですね。羨ましいです。食べてください。5本ですか。でもさっきあれなんですよ。お腹いっぱいって言って合流する前にたい焼き食ってました。こちらはタンとカシラですね。仙台飛行機で来るみたいですね。向かってる。場所教えてないですけど。あとレバ的も一本的。ごめん。です。網レバでいいです。網レバない。じゃあ網チレで。タンで大丈夫です。あ、つくねもはい。かしら好きなんですよ。以上美味しい。いいところは頑張って。今うわ何にそれをやってないネギって最高ですよね、ネギがジュワって煮込むとあんまり良くないって言うんですよ。栄養素が全部スープにいっちゃうんで、なるべく生で食べた方がいいんで、野菜ソムリエの資格取ろうと思ってたんですよ。勉強してたんですけど、なんかユーキャンかなんかで取ろうと思ったらすごいお金かかるんですよ。断念しました。うわ、黒ネギですね。ああ、すごい。東京に比べたらって感じだったんですよ。仙台ちょっとめんこいなって。鉄砲でございます。それは一貫っつって。一貫。笑ってこらえてにテキストで出てるんですね。笑ってこらえてに亀有店にマイケル富岡と平野ノラが来たの。はしご酒。本当突然来たみたいな。今日もうラーメン。4枚食ってますもんね。白めっちゃうまいっすよ。食べたいですね。食べましょう。いや、一本。食べてください。白大丈夫です。大丈夫です。一番ホルモンっぽいところ。まだ飲むし食うしっていう資金あっ歌だけにっつってうんうまい。タンカルビですね。タンカルビ。 친구가 미국이 나오는데 내가 나이 때 모시사를 따라서 아니 이때 모시사를 따라서 내가 나이 때 카이타이 그래서お風呂の中でそういうことが流れてる。バレちゃう。あんまりお風呂の中で多分そういうことが流れてる。セラがタバコ成田空港で免税あるじゃないですか。ちゃんとバッグの中見てないとダメだって言ってますよ。ユンさんがなんか変なもん入れられてこれ何って言われたらチップチップって言われちゃう。はい、ケースもそうです。見たら面白かったですね。新車を買ってから何ヶ月？1ヶ月間。赤のナンバープレート。夜の6時から朝の6時まで走っちゃった。めっちゃダメだよ。それが出ます。10本。これ終わったらじゃあ淳さんはどこに戻る？あ、白と全然違いますね。あ、本当ですか？うん。1本。うん。つのが好みですね。うん。質問が選んでるね。うん。煮込みまくって。あれ岩手だったの？だから食べたてだったんだよ。あれチョコとか手についちゃってどこで手洗おうかなと思って。あ、いろいろ大変でした。紙にこうつけてこう。豚バラでございます。9本。9本豚バラでございます。ここに来てもバランス。結構中盤のバランス。油のパワー。そんなでもない。全然ひどくない。知らずな人がいてますから。ついていける知らずな人。会議もぼっとしてる。すみません。105本。これは初ですね、初。これで105本。はい。105本。シラフですかシラフです。105本。うわ、これいいな。これなんかハツいいですよね。しっとりしたいですよね。しっとりしたい。ハツ良くないですか。ハツいきますね。100を抜いて5分もきつい。これがコリ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 動脈です。なかなかやっぱり自分もこうなってみて、意外と周りの人に相談ってできないんだよね。意外と知らないけど、冗談です。絶対なりますよ。だから僕結構文句とか言ってくる人ですごい絡みますもんね。最高じゃないですか。網原に5本入ってます。網原あるんです。網原いいですね。塩わさびで召し上がっていただける。ああ、いいですね。安川さんがあげてるなんか結構タトゥーとかも言われてるじゃないですか。そういうところしか見てないな。ありそうだな。付き合いあるんだみたいな、そういうお店にしたいんですけど、ね、ラーメン屋ってわさび多め網ハラミでございます。最後デザートですね。わさび多めで多すぎましたこれそれやばいんじゃないですか。ますよね。多いですよね。半分ぐらいですか。止めめ。5秒切ったらすごいですね。5秒いったらすごいですね。わかんない世界です。私10秒とか入れるか切れない。いやいや10秒はやばいです。そういうルールないんじゃないですか。小学校ぐらいまでしかなかった。僕6秒7なんで。まあ標準。標準。最初で最後。